どうもこんにちは、石本です。今日はですね、ちょっといつもと違う形で動画撮っていこうかなというふうに思っておりまして、こうやってですね撮っています。で、今日ですね、今ここどこなのかって言ったら、今僕ちょっと実は沖縄に来ているんですよね。今ね、僕名古屋今住んでるんですけど、沖縄にちょっと今、遊びに、まあ半分仕事なんですけど、ちょっとね今来ております。ちょっとね、今部屋、滞在する部屋で撮ってるんで、ちょっと海とかね近くにないので、国際通りが今5分10分ぐらいのところだったんですけど、海ちょっと遠いので、ちょっとたまに沖縄がなんか、ね、綺麗な絵があったんで、これで頑張って出してます。はい。で、今滞在してる部屋なんですけど、今こんな感じ、なんかソファーがあって、珍しいですよね、ソファーがあって。で、横にちょっとまあベッドがあって、で、まあ作業机があって、さっきね、ちょっとズームミーティングしてたんで、これちょっと今あるんですけど、カラスきたんですけど、それで今こうやって撮っています。だって昼過ぎに沖縄に着いて、で、移動して、で、さっき1時間ぐらいちょっと生徒さんとコンサルしていて、それで今ちょっと撮ってるっていう形ですね。今大体5時ぐらい。でもめちゃくちゃ暑いですね、やっぱ。日中本当にめちゃくちゃ暑くて上脱いでたんですけど、部屋に入るとやっぱちょっと涼しくて、で、これ来てたら喋ってると今めちゃくちゃ暑くて、やっぱ抜けばよかったなってちょっと思ってるんですけども、そう、今こういう形で沖縄に来ています。で、今回ちょっと最初雑談半分、でちょっと伝えたいこと半分、ちょっと学びになることね半分みたいな、さっきちょっとコンサルしてて気づいたことをちょっと皆さんにシェアもしていきたいなって思って、こうやって動画撮っています。で、僕自身今こうやって沖縄に来て、で、今平日じゃないですか、今日って木曜日だと思うんですけど、それでもうフラッと、ね、沖縄に来て、僕のビジネスの先輩が沖縄に行くっていうことで、ちょっと一緒に行くみたいに言われて、行きたいですってなって、ね、それで今ちょっとね、沖縄に来ている状態なんですよね。まあ、半分仕事するんで、全部遊ぶかって言ったらそうじゃないんですけど、1週間ぐらい、滞在して、ちょっと沖縄満喫してこようかなというふうに思っております。で、こうやってね、僕自身が、沖縄に来て遊んでみたいな、平日からね、フラット飛行機に乗ってっていうふうに、ちょっとできるようになったっていう、なんかきっかけみたいな話とか、なんか皆さんもそういうことできるんだよっていう、なんか希望になりたいなって思ってて、で、こういうちょっとね、いつもと違うノウハウじゃないホワイトボードザーみたいな感じの配信じゃなくて、こういうね、動画もたまにはいいかなと思って、撮らせていただいています。で、僕もね、もともと、今32なんですけど、8年前からね、ビジネスをやっていて、それで、普通のサラリーマン、普通のね、もうどこにでもあるような会社の、本当にもうペーペーな状態だったんですよね。新入社員2年目とかに僕ビジネス始めて、それで、今、ずっと8年ぐらい、8年、9年ぐらい、ちょっと今頑張ってやってるんですけども、なんか、もともとそんなに、すごい人間じゃなかったんですよね。こうやって発信してると、なんか石本さんすごい、最初からすごかったんじゃないのとか、いう方、たまにいらっしゃって、いや、それちょっとありがたいんですけど、すごくね、そう、なんか見られているっていうことは、ありがたいなと思っているんですけど、全然最初そんなこともなくて。で、もうね、そう、夜中まで怒られたりとか、今でも怒られてますからね、たくさん。そう、皆さんはまあ見せないんですけど、まあ、見せることもないんですけど、そう。今でもめちゃくちゃ怒られたりとか、新しいちょっと企画練ったりとか、なんかいろいろやっているんですよね。で、それで、一個一個、できることが増えてきて、それで、今こうやってね、もうノーカットで動画も撮っているんですけども、こうやってね、動画も撮れるようになって、で、皆さんにね、ちょっといろいろお届けするということもね、できるようになっているんですよね。もともと、なんですかね、すごいコミュ障な人間だったし、友達も全然いないし、なんですかね、もうネクラな、なんかそういう、もう昔めちゃくちゃ泣き虫だったし、そういう、僕自身もこうやって人前でお話もできるようになって、それでお金も稼げるようになって、それで今こうやって沖縄にフラッと来て、いや、もうなんか人生楽しいみたいな状態になったって、個人的になんかすごいことなんじゃないかって思っているんですよね。で、しかもあんまりちょっと僕表で言ってないんですけど、ちょっと躁うつなんですよね。躁うつ、ちょっとハイになる時と、で、軽装なんですけどね、ちょっとだけハイになるのと、あと、うつを繰り返す病気、精神のね、病気、ちょっと持っていて、薬飲んでるんですけど、なんか、別に薬飲んで効いてないんじゃねみたいな、そう、悪いって意味じゃなくて、もともとこんな感じではあるんで、たまにめっちゃ落ち込むみたいな、ことがあって、皆様仕事でね、気分の浮き沈みとかあるじゃないですか。僕もやっぱそういうのもあって、人にもちょっと強いのかわかんないですけど、
で、今ちょっと薬とかも飲んでいるんですけど、全然効いてるか分かんないみたいな ね。そう。まあでも一応ね、そういうような状態の人間だったりはするんですよ、実は。の中で、やっぱね、こうやって、その、ね、自分でビジネス頑張って、いろんな人にも支えてもらって、こうやって気軽にね、旅行するとか、お金稼ぐようになるとかって、やっぱすごいなって、なんかね、改めて振り返ると思っていて、それなんか僕がすごいんだよって言いたいわけじゃなくて、皆さんも同じようにうまくいくんだよっていうことをね、ちょっと伝えたいなって思ったんですよね。そう、なんかこういう旅行行ってますとか見たら、どうです、羨ましいなって思いません？そう、いいなーって、いや俺今日仕事だったよとかね、そうあると思うんですよ。の中でやっぱ自由にね、やってますってやつもいるわけじゃないですか、僕みたいに。でもこれって僕も最初夢だと思ってたんですよね。うまくいくの？みたいな、そんなうまくいくわけないじゃんって。で、実はね、僕が、最初ビジネス始めた時って、その僕のビジネスの先輩たちも、そう、当時、8年前ぐらい沖縄行ってたんですよね。それ見て、うわ、めちゃくちゃいいな、沖縄、こう平日から、なんか楽しそうって。で、思ってた側なんですよね。で、そっから、まあ僕ちょっと沖縄に行く機会に全然なくて、そっから。で、その、羨ましいなと思っての最初の1回目が今日なんですよね。そう。だから、すごいね、あの時の先輩みたいな立場に今なってるんだって思ったら、ちょっと今ワクワクしてて、ちょっとそんなに感情を高ぶって今こうやってね、いろんな雑談とかね、お話ししているんですけど、皆さんも、その当時の僕と同じですね。そう、当時の僕と同じように、うわ、いいなってもしも思ってるんだったら、何年後かにはこういう風にやれますよってことをね、ちょっと伝えたいなと思ったんですよね。そう。だって、皆さんと同じ立場だった。見てて、うわ、羨ましいって思ってた自分が今こうやって話してるの。めっちゃ不思議なんですよね。そう。そんな風になれるの？みたいなって、なんかね、まあ、なろうと思ってたんですけど、本当になれてるんだと。しかも会社辞めるとも思ってなかったんで、当時。だけど、そのビジネス始めた次の年か、翌年には辞めてるんで、仕事も。ね。そう、脱サラしてずっとね、一人でやって、みたいな感じでやってるんで、皆さんもそういう風に、実はね、やれたりするんですよね。で、これね、ちょっと今日、僕自身が、さっき生徒さんとお話をしていて、ちょっと思ったこともあって、それもね、ちょっとお話ししていこうと思っているんですよね。で、さっき僕の生徒さんがね、最近ちょっとね、教え出してる方だったんですけど、前回のミーティングで、X ですね。SNS の、まあ、旧ツイッターですよね。の X でこれから発信していこうってなった時に、なんかポストどうやって見ればいいか分かんないですと。ね、で、他の方からも教えてもらってる方なんですけど、その方って。で、その他の方からは、まあ、いろんなアカウント見て、ちょっと真似してみて、みたいな。どんなアカウントあるか、ちょっとポスト見てみて。っていう風な投げられ方をしていて、それで、まあ僕とミーティングしてる時に、いや、ちょっとこう言われたんですけど、わかんないですってなってて、あ、じゃあちょっと一緒に見ていきましょうっていうことで、まあ僕と、あとまあビジネスの先輩もね、その時来てくれたんで、その3人でね、ちょっと一緒に見てたんですよ。で、そうしていく中で、まあもちろん分析の方法とか、ちゃんとね、あるんで、それをね、一緒に、まあこのポストこうだよね、このポストこうだよねって、全部、まあマンツーマンみたいな形で教えていったところ、わ、めちゃくちゃわかりました。なんか、分析こうやってやるんですね。もうめちゃくちゃ楽しいですってなってて、ね、あ、ちょっと一安心、あ、楽しいって思ってくれて、もうすごい良かったなって。ね、結局、なんかもう、ちょっと希望見えたって状態になってもらわないと、ちょっと勝ち筋みたいなものが見えないと、ちょっとね、ビジネスやっぱ大変だったりするんですよね。まあ、それを見せるのがね、こっちの仕事だと思っているんですけど、それちょっと見えたっていうことで、よし、じゃあちょっとやれるかなと思って、で、今日、また一週間後かな？その時の一週間後で今日だったんですけど、そうお話しすると、いやー、ちょっとポストをいろいろ見てるんですけど、いやー、ちょっとどう書けばいいかわかんないです、みたいな状態で、まあ、ポスト何個か書いてくれたかなってちょっと思ってたら、実はちょっと全然書けてなくて、で、一週間、ちょっとあんまり進んでないですって状態だったんですよね。で、それで、なんで進んでないの？って、なんで進んでないのかっていうふうに聞いたところ、いやー、ちょっと自信がなくてっていう話をね、してたんですよ。で、あ、これ、みんなも同じことを言ってる人多いんじゃないかって思ってる人多いんじゃないかって思って、ちょっとね、この自信がないよっていうことに対する、ちょっと、捉え方の話をちょっとね、していこうかなって思っているんですよね。
自信がないって皆さんも思いません？例えば僕みたいに今沖縄に来て、それでもう好きな平日からね旅行できるよって言われた時に、いやーもう全然私そんな自信ないですとかね、なると思いますし、今からじゃあ X とかインスタとか何でもいいんですけど情報発信していきましょうって思った時に、いやちょっと私なんできるか分かんないです自信ないですって多分なる人多いんじゃないかなと思うんですよ。どうです、いや自分自信ありますわってなりますかね、どうです、ね、最初からね自信なんて、まあ、持てないっていうのが、まあ、答えではあるんですけど、ね、やったことないことに対してどうです、なんか自信あるって人ってなりません？例えば学校のね試験で、その数学の試験で全然勉強してないやつが、いや俺できる気するんだよねって言ってたら、嘘やんってなりません？そう、そういうなんかできると思いたいだけでしょみたいな話だと思うんですよね。そう、なんか自信がある人ってたくさん解いてるんですよ、テスト、まあテストというか問題をたくさん解いて、で、あやっぱ合ってるわやっぱ合ってるわって繰り返していくから、できたから自信があるって状態だったりするんですよね。そう、だからビジネスも僕一緒だと思っていて、ね、どんだけポスト書いたのかとか、どんだけ反応があったのかとか、なんかそういうところがあって自信が持てるはずなんですよ。だから今日あのね、あのミーティングというかコンサルしていた方に、まあそういうこういう話もしてたんですけど、いや最初からそんなポストをね自信持てるわけないよって。でやってみて、そのでなんか、まあ、丸付けみたいなされて添削とかされて、あここ間違ってたんだって、で直して、でまたやって直して、やって直してって、そしたらね直すとこ少なくなってくるんですよ。なんかね、数学のテストで言うと100点満点中最初10点しか取れないと、いいじゃん別に10点で、1点でもいい別に、1個知ってるのよ、おいいじゃんってなるわけなんで、それでまあ丸×つけられて、じゃあ×のとこ覚えてきました、え今日5点取れたの、え成長してますやん、めっちゃいいやんってなって、それでちょっとずつね、あの点数上げていくことが大事なんですよね。そしたら、あ、5点まで自信ありますって言えるじゃないですか。ね、それで全然僕いいと思ってるんですよね。でも、まあもちろん5点で自信、まあ自信満々ですっていうのはちょっと違うかなと思うので、残り95点頑張りますみたいな、そういう意気込みでやってもらえたら、僕もそういう風に一個ずつやってって、今のこうやってね、あのノーカットでずっと喋りなんかすみません、ずっと喋りまくってるんですけど、ね、その話をできるようになって、なったっていうことだったりするんですよね。今でもこうやって噛んだりするんですけど、まあ、全然ね、気にしないでください。ね、その元を喋るのすごい苦手だったんで、僕は。ね、そういうのちょっと出てるかなと思うんですけど、そう。で、そんな僕でも、やっぱこうやって話することもね、できているし、あと、まあ、いろんなことと、できることも増えてきて、それで、まあ、お金が稼いでるっていうこともね、全然あるわけなんですよね。だから、皆さんも、最初ね、自信ないよと。あるわけないっす。そんなの。で大事な話として自分がどうしたいのかっていうところが僕一個大事かなと思っているんですよ。でみんなうまくいかないとか自信ないよっていうことをね結構思う方多いと思うんですけど、なんかこれって人間の脳みそ的に、まあ、行動心理学的にみたいな話だったりするんですけど、あまり良くない行動だったりするんですよね。でこれ僕はねよく見てる YouTuber の、 方いるんですけど、そのビジネス系の方で、SOS の法則っていうことを言ってるんですよね。これ何かというとすごいねシンプルなんですけど、そう思ったらそうっていうね法則、めっちゃシンプルですよね。人っていうのは、まあ、引き寄せみたいな話なんですけど、思ったことが現実化するって言われているんですよ。だからいや自分できないですって、それが現実化するっていう話だったりするんですよね。そう、だって思ったことしか人は行動できないわけなんですよ。思ってないことが、ね、できるようになったらそれってどうやったのみたいな話になるわけなんですよ、ね、今からご飯食べようとしてるのに、ね、そのなんかご飯じゃないものを食べてましたみたいな、こんなこと起きないじゃないですか、ね、自分が思った通りの行動をするっていうことが人間なんですよね。だから僕もこうやって動画撮ってるっていうのは僕がこう撮ろうと思ってやってるわけなんですよ。そう、ね、だからその思ったことしか人間は叶わない、逆に言うと思ってることが現実化するというか、なんですか、自分の、まあ、脳みそに刻み込まれていくっていうことになるんですよね。だからそうまくいかなかったらうまくいかないんじゃないかとか、自分にはできないんじゃないかって思ったら、これね皆さんの頭の中に Google 先生がいると思ってほしいんですよ。で Google 先生がいて、でうまくいかないんじゃないか、
ていうことが文章として入力されていて、それを検索ボタンポチッと押して、うまくいかないことを調べます、出ましたみたいな、うまくいかないはこれとこれとこれとこれ、これがあってうまくあなたはいかないですっていうことを常に検索しまくってる状態になるんですよね。そうすると頭の中がもううまくいかないっていう風になってしまう。そうすると無意識に自分はうまくいかない方向を歩んでしまってるってことになっちゃうんですよね。めっちゃもったいないやんって思ったんですよ、これって、ね、でうまくいってる人はどうやったらうまくいくんだろうっていうのを検索ボタンポチって入れて、それでうまくいく方法出てきました、これです、 A1 これこれ、2これこれ、3これこれやりましょうみたいな感じで出てくるんですよ。そう、これがうまくいく人の考え方なんですよね。どうやったらうまくいくんだろう、これをずっと考えてるんですよ。だからなんか自分に自信がないとかうまくいかないんじゃないか、これ思った瞬間に自分の脳みそは悪い方向に勝手に行ってるんですよね。でも皆さん、ね、この動画ここまで見てくれてるってことは、ね、うまくいきたいとか、 なんか幸せな人生歩みたいなとか思ってると思うんですよ。じゃないとこんなね時間前見てくれないと思うんで、ね、そう、だからうまくいきたかったら自分のね考え方を変えるみたいな、Google のね検索の中でどうやったらうまくいくんだろうなとか、俺幸せになりたいよとか、うん、でそういうことを常にね自分に問いかけていくみたいな、自分にそういう質問を投げるみたいなことをしていくとめちゃくちゃうまくいきます。そうで最近ちょっとノウハウの動画多かったんで、こういう考え方のねお話って結構めっちゃ重要なんですよね。でも最初からねこの考え方のお話してもなんかつまないじゃないですか、ね、で最近ね動画ねいろいろ出してる中で、まあ、今回ねこの話しようと思ったのは、最近の時間がない人の行動の仕方みたいな、そう動画出したらなんか300回以上回ってたんですよね。そうちょっと待ってくださいね、今300いくらだったかな、356、えってかちょっと待ってください、え最近の動画100回回ってる、えやばすいません今ちょっと気づいたんですけど、え100回ってる、すごっ。僕全然ね YouTube の動画出してなかったんで、100超えるってなんかね、10とか20はねちょこちょこ行ってねいて、あなんかいいなと思ってるんですけど、今100、200行こうとしてる動画もあるんで、えなんかありがとうございます、ちょっと引き続きね頑張って動画撮るんで、またちょっと見てもらえたらなと思ってますね。まあでもこうやって皆さんの反応いただけるっていうのが僕のちょっと原動力になっていて、で最初にも言った通り僕みたいなちょっとうまくいかないタイプなんですけど、ね、鬱みたいになって、それで行動もね遅いし頭も悪いしみたいな、そういう人間でもこうやってねお金稼いで、それで沖縄にちょっとフラッと遊びに来て、でこうやってずっとね、まあ、17分、すいませんねちょっと長くなっちゃって、そう、まあ、ずっとね喋りまくってるみたいなことができるようになった、もともとね話も下手だし友達もいないしなんかもう頭も悪いしみたいな人間がこうやってねできるようになったっていうのは、まあ、やっぱちゃんとね一個一個やってきたからっていうのはあるんですよね。だからそういうことができるようになるんだよと、ね、うまくいくんだよということを僕はみんなにね伝えていきたいなと思って、それでこういうことをねやってたりするんですよね。よく生徒さんとか見てると、そのやっぱねうまくいきたいんですけど、なかなかそんな石本さんみたいにうまくいかないんですって方はやっぱたくさんねやっぱ見てきてるんで、いやそんなことないよ、もうみんなちゃんとやればうまくいくよっていうことをなんかねすごいなんかもうモヤモヤしてて、だからもう本当にねこうやって伝えていきたいなって思っていて、この動画ね今回ちょっと撮らせてもらってるんですよね。だからなんかみんなの希望になれたらなってちょっと思っていて、だからちょっと僕もね今いろいろ頑張ろうと思って、ちょっといろんなことをまた改めて今勉強とかもねたくさんしているんで、今日もねちょっと飛行機に乗ってる時になんかいろいろ勉強してて、うわめっちゃ役に立つやんけこれみたいな、うわじゃあこれちゃんとみんなに伝えるべきやったなっていうこともねたくさんちょっとまた持ってきたので、ね、沖縄にいる間伝えるかとかちょっと、まあ、ホワイトボードだった方が伝えやすいんで、それはちょっとねお勉強チックな話なんで、だからちょっとね来週帰ったらそういう話またね、していこうかなというふうに思っているんですけども、まあ何にせよそうやって僕自身がちゃんとうまくいったよと、だからみんなもうまくいくんだよ、同じようにやればうまくいくんだよってことをちゃんと、伝えたいなと思って、ちょっと皆さんを引っ張って行きたいなと思っておりますので、ちょっとその気持ちだけねちょっと伝えられたらなと、今回沖縄に来たということをねきっかけにそういうことを皆さんにお伝えできればなと思いまして、こうやって動画撮らせていただきました。すいませんちょっとね10分ぐらい終わる予定だったんですけど、ちょっと思いが強くて20分ぐらいになっちゃいました。はい、で今日ちょっと途中でね話したコンサル生に
コストの分析したとかそういう話もちょっとちらっとお話ししたと思うんですけど、同じように発信悩んでて、なんかどうやって分析すればいいの、あ、それだったらうまくいくって、なんかすごい楽しくなるみたいな状態まで、いろいろ、コンサルとかもしているんですけど、もしそういうことも知りたいですって方いたら、LINE でですね、ポストの分析一緒にやってほしいですとか言ってもらえたら、普通に無料で一緒にやっていくんで、30分くらいだったら取れると思うんで、どっか時間ね、取れると思うんで、また気軽に言ってもらえたらなと思っております。すいません、長くなっちゃいまして。でもね、うまくいくよと、もう自分への質問をね、ネガティブな質問じゃなくて、ポジティブな質問に、どうやったらうまくいくんだろうと。いうことをね、考えて日々過ごしてもらえたら、それがね、積み上がってうまくいくようになるんで、マジでこれも本当にね、マジなんで、頑張ってやっていきましょう。僕もね、 YouTube ね、最近ちょっとコツコツやっていったら100回再生とかで、ね、300回再生ちょっと、ありがたいことにちょっと、活かしてもらっている状態になっていますので、もしチャンネル登録してない方いたらチャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、すみません、長くなっちゃいまして、 ここは終わりにしようと思っています。またね、明日以降どっかでインスタライブとか、海ね、見えるところでお話するとか、そういうこともやっていけたらなと思っていますので、ぜひ、また見てください。では最後まで見ていただきましてありがとうございました。また動画とかで LINE とか配信するんで、また見てください。では、